この夏の楽しみはバイオパークの YouTube だけです。はい、カメラマン春岡です。クリープハイプドハマり中、渚です。はい、渚ちゃんです。今回はモルモットのシャンプーをします。はい、シャンプーします。ちょっとこっちの子たちのお尻が汚れちゃってお客さんに触れ合ってもらう子たちなので、ちょっと綺麗にしたいなっていうのでシャンプーをします。あと前回来てた質問を、多かったやつをお答えしようのコーナーと、爪が長い子がいたら爪切りをします。大ちゃんこっちおいで、こっち。大ちゃん、あのモルモットのシャンプーっていうのはやらないといけない？やらなくてもいいんですけど、汚れちゃったらシャンプーしてあげた方が汚れが取れやすいので、お尻だけシャンプーしてあげるっていうのもいいし、うん、あと毛が長い子とかはシャンプーしてあげた方が毛の質が保てるかなって。まあ、そのちょっと場合によってやらないといけないっていうことがあればシャンプーをするという感じで、はい、はい、モルモットはそういう感じでやってます、はい、頑張るね。大ちゃんシャンプーする？はい、やらないって。じゃあ早速もうシャンプーをしていきます。 GO!小動物用シャンプーを今回使っていきます。リンスインじゃないんですけど、リンスインの方が静電気が落ちにくくなります。でもこれ使った感じなんか結構仕上がりも乾燥しすぎてなかったんで良かったです。匂いもめっちゃいいですあ、そうなんだ。はい、お湯はもう人が触ってぬるいぐらいで大丈夫です。タオルでわーって乾かして、ドライヤーでベーって乾かします、うん、で最後にちょっと毛のにウェイウェイってで、爪伸びてたらチョキチョキってしていきます。一匹だけこの辺にちょっとカビ生えちゃってて、ちょっと皮膚が荒れてるので、この薬用のシャンプーを使っていきます。まあ、病気に関しては動物病院さんで診断を受けてからやった方が確実です、うん、溺れない程度のお湯を張ります、はい。もともとモルモットは水とは無縁なので、特に鼻とかに水が入らないように気をつけながらやると。チョウちゃんです。チョウちゃんです。このお尻がもうゴビゴビのゴビゴビなので流していきます。はい、入るよ。お邪魔します。はい、入れるときはあの足から入れるようにしてます。後ろ足ってこと？あ、そうです。もうお水つけただけでだいぶほどけた。ちょっと一回お湯変えます。お顔は洗わないです。あ、汚れてるところは洗うって感じ。そうです、いいんじゃないの。これでシャンプーしていきます、うん、とりあえずこれぐらいでちょっとやってみて、足りなかったらまた追加していきます。ウィー、はい、じゃあ失礼しますね。お尻が汚れてるか、まあ、結構泡立つよね。結構泡立ちます。自分の頭を洗うよりかはちょっと優しく。ちょっとうるさいんだけどちょっと失礼。あ、でも茶色いね。茶色いです。これはもう染まっちゃってる、おしっこの色とかで。じゃあ流します。はい、おはい、ある程度落としたら変えます。ヌメヌメがなくなってビキみたいになったら OK です。毛がよし、いいんじゃないですか。はい、はい、ドライヤーします。お、ブルーミングしてる結構シャンプーやった後やりますね。もうは乾かします。
明日の方が乾きやすいんで。でもめっちゃ離してあげて手を置いてあちいってなったら熱いんで。まあそれはね。なんか丸くないですか。悪い。長いな。はい、終わりました。お尻も。お尻も、はい。さらさら。もう全然違う。パキパキだったやつが。色はもうついちゃってるんですが、もうサラサラになりましたね。モルモットは場合によってはカットもしていいのかな。長い子とか汚れちゃうところはもう全然カットしていいみたいです、うん、こらうるさいぞ。薬用のモルちゃんをシャンプーしていきます。待って、床はどうしたらいいですかのが多くて、どれにしてもデメリットメリットはあって、金網にしたらおしっことかうんちが下に行くんでお尻の汚れは少ないっていうメリットがあるんですけど、足の裏を痛めちゃうっていうデメリットがあって、牧草とかそういうのにすると今度お尻が汚れるっていうデメリットがあるんで、うん、その子に合うものを探してあげた方がいいなって思います、ね、毎日ね変えたりとかが飼い主側的な問題でクリアできるんだったら、うん、多分オガの方がいいし、うん、衛生的に楽なのはスノコ、木のスノコとかタオルとか柔らかいの引いてあげて、絶対これっていうのはないかな。モルモットの調子とプラス自分ができる範囲でのことを考えて、うん、選ぶようにしてください。ペレットとチモシーはあげてるんですけど、お野菜どれぐらい入れたらいいかがわからないみたいな。お野菜とか果物とかはもう本当におやつって思ってもらえれば大丈夫です。ビタミンを補うという感覚であげるような、まあ、あとはできるだけ食べれるものは増やしといた方が年老いた後に楽なんで、普段のご飯の中に必ずあるものとしては入れずに、今日はこれ特別にあげるよぐらいの感覚であげていくのが一番ベスト。最初は少量ずつあげるようにしてください。もっと知ってもらいたいのコーナー、モルモットの市販別。モルモットは小排泄口なので、そうパッと見じゃ分からないんですよ。分かりにくいんですね。オスはここら辺をパッて押すとパーンって出てくる、出てくる、うん、ちょっとやったことないんですけど、はいはいはい、そういう見分け方と Y か I か、そう、まあ、この一緒になってる部分のラインがメスだと Y でオスだと I なんです。でもこれも本当に個体差があってバラバラなんですけど、女の子は基本的にこういうまっすぐなうんちをします。で男の子はバナナみたいな豆みたいな、はい、見た目じゃわからないようなことも、まあ、そういう糞の違いとか直進、はい、触って、オスメスの雌雄判別が、できます。ということで展示場のモルモットたちの、まあ、爪をチェックしたんですが、こちら2頭がめぐれちゃんとタカさんです。どんぐらいで爪を切るべきなのか、巻いちゃうようになっちゃって、伸びすぎるともうどんどん巻いてくんですけど、それがもう癖みたいな感じになっちゃって、床があります、うん、爪があります、こうなるんじゃなくてこうなったら正解みたいな。透明な子はすごい分かりやすくて、あーちょいちょいちょい、血管からだいぶ白いのが出てたら切ります、うん、切りすぎちゃうと出血しちゃうので、人間でいう2つ目手前ぐらいで切るように。そうです。うちの子暴れて爪切りさせてくれないですっていう質問があって、それは徐々に慣れさせていくしかない、もたもたしてるとやっぱもう嫌だ嫌だってなっちゃうから、もうパパパパできるように、まあ、爪を切る切らないにしろ足を持ってみるっていうのを
0.5 秒から始めて1秒、2秒ってやっていけばある程度はやりやすくなる。あとはもう1日1本にするとか、10日かけてもいいからやるみたいな感じだったら嫌な時間が短くなるんで、はい、前足は前足はこんな感じです。あー、なるほどですね。はい、後ろ足はこうやって切ってますけど、こうピヨンってなっちゃうので、なぎさちゃんは持たないってこと？そうなんですよ。ああ、なるほどね。こうやってエアでもうやっちゃうので、このなぎさちゃんのパターンはもう人間的にもうやり慣れてるから、まあ、できるけど、後ろ足が難しいんですよ。前足はまだこの状態でこうやってできるからいいんですけど、後ろ足めぐれ終わりです。終わりです。俺だったら後ろ足どうやるかな。あー、すごい。抱っこの仕方もこれ結構安定しますよ、ここがポイントです。この指でロック、こうかな。あー、なるほど。ちょっと一回それでやってみよう。足とかこの人間の体を使うと案外その固定しやすいっていうか。あー、もうちょっと痛くない。動物を飼育する上でその動物に合わせるっていうのはとても大切なんだけど、泣いたからいやちょっとやばいやめようってすると結局爪切りっていうのは、まあ、やらないといけないからやるじゃん。はい、泣くのもわかるし、あーってなっちゃうのもわかるけど、時間をかければかけるほどその負担っていうのも増えていくし、こっちの人間的なきつさも増えていくから、パパパパやった方がいい。はい、終わり。めっちゃ放心状態みたいな。いかがですか。なるほど。満足満足っていうより。ああ、よかった。一歩満足。ここにいっぱいこの子たちの気持ちが書かれてる。どの動物にも言えるんですけど、飼う上で。例えばモルモットだからこうじゃなくて、その目の前の子を見てあげてほしいです。シャンプーをモルモットだからやらないでいいわけでもない。この環境だったりその子の状態だったりとかをまあいろいろ考えた上でご自身で判断をして、その動物たちがベストな環境になるようにいろいろケアとかをやっていきましょう。前回の爪切り動画のアンサー動画にもなってたけど、またあのわからないことあったらこの動画のコメント欄に質問してきてください。パウのインスタアカウントに DM するか、バイオパークの問い合わせのメール、そっちでも大丈夫です。まあ、ぜひ分からないことあったら、私たちもしくはプロの動物病院とかペットショップの方にいろいろお話を聞いて、ベストな状態で動物を飼育できるようにしていきましょう。ということで、これもっと可愛いと思ったらグッドボタン、勉強になったと思ったらコメント、もっと知りたいと思ったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。じゃあバイバイ。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 うん、大ちゃん水浴び嫌いだもん。ここ汚れてるよ。大ちゃんシャンプーする？大ちゃん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 、あなたですよ、大ちゃんは。大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、こんにちは。こんにちは、大ちゃん、こんにちは、大ちゃん、こんにちは、大ちゃん、こんにちは。寝てるこれ。寝てます。すごいね、寝方。持っていかないようにお願いします。で、体で飛びたですね、真っ白い大物の大地